どうも、コーミーです。先日ね、リスナーの凸待ち配信っていうのをやっておりまして、そこでリスナーと俺が1対1で話すっていう企画をね、やってたんですよ。リスナーの悩み相談とかね、リスナーが俺にやってほしいこととか聞きたいことあるみたいな感じで、ちょっとそういった配信をやってたんですけど、結構長い時間やってたっていうのもありまして、なんか俺のコラ画像を作って、もう遊んでるやつがいたんですよね。俺に送りつけて、アホなやつがいたんですけど、何個かね、出来のいいやつもあったんでね、はい。ちょっとみんなで、今回、見ていこうかなと思います。あまりに数がね、多すぎたんで、今回は俺が、出来が良かったって思ったやつをちょっと抜粋してね、みんなに見せていこうかなと思います。はい、じゃあこれ一つ目。はい、某オフ会ゼロ人の人ですね。いや、これ最初見たときね、違和感なくてビビったわ。ちゃんと車の中で水飲んでる風に、はい、切り抜いてますね。いやー、これクオリティ高いわ。しかも、普通になんかもう本人にも似てるしな。グラさんって意味では。いや、これびっくりしたわ。はい、じゃあこれ、二つ目。はい、多分元ネタは、東進ハイスクールなんでしょうけど。右上に書いてある、これ開拓ハイスクールっていうのはですね、パンポケの高校の名前ですね。はい。僕がよく配信してるゲームの。で、これ、ニセトロ破壊実績日本一。俺、そんなに壊してねえっていうね。この日、ちょっとね、ニセトロを壊しちゃったんですよね。というのも、前の日にホラーゲームをやってまして、その驚いた反動で DS を落としちゃって、そのせいで壊れたっていうね。決して意図的に壊したわけじゃないんですけど。これもクオリティ高い。ちょっと手が気持ち悪いな。グラサンがけて講義を行ってる先生とかいるんでしたっけ？あ、一人いたな。東進ハイスクールで。なんかいてよな。これもなかなかクオリティ高いよな。はい、じゃあ次これ。うわぁ、はい。これパワポケに出てる鬼ザメっていうホモキャラですね。これ恋人といる時の雪って特別な気分に浸されて僕は好きですっていう、これ元ネタがそもそも面白すぎんだよな。どっかのなんか男が、いて、なんか恋人といる時の雪って言ってなんか喋ってんだけど、右側に女はね、そう恋人だと思ってなくて、なんか顔を隠してるっていう元ネタがあるんだけど、はい。これ、いや言っとくけど俺ホモじゃねえから、これだけは言わせてもらうわ。女の子にしか興味ないんで。はい、じゃあ次これ。だんだんなんかもう進化してってる。てか最後が野々村なの、なんなんこれ。これ数字にはなんか意味があんのかな ?8 月、8月じゃねえや。8日の9時。違うか。ただ切り取っただけなんでしょうけど。この人どうしたんだろう。なんか最近姿見せないっすよね。はい、次これ。これ、どっから撮ってきたんだよ、この写真。はい、どっかの社会人ですね。なんか、改札口飛び越えようとしてますけど、なんかのアクション映画かな、わかんないけど、綺麗に。あれですね。俺も一応社会人なんで、はい。いや、実際こんなことしないけどね。なんか遅刻するときありますよね、皆さん。俺も遅刻するときあるんでね、ちょっと。最近は実は言うと遅刻してないんでね。これが当たり前なんですけどね。はい。今後も、ちょっと、この画像を見て励みにしたいと思います。こんなことがないようにね、気をつけます。はい。でね、多分配信中に一番笑ったのはこれだわ。これ多分あれですね。某、てか教えてもらったんだけど、某小学生 YouTuber のやつが元ネタですかね。俺、この時に知ったんだけど、小学生のくせにあいつ彼女いるんだって思って、いや、あいつって言ったらすいません。他人なんでね、はい。いや、あの人、彼女いて普通に驚いたわ。いや、待って、俺さ、ちょっとショックだったのが小学生に負けたのかっていう。いや、別にあれだから、彼女ができたとかで勝ち負け決めたいわけじゃないんだけど、ちょっと最近のガキは進みすぎだな、本当に。ちょっと考え直してもらいたいわ。いや、にしてもあれだな。いや、これちょっとクオリティが高くてびっくりしたわ。ジャック、あんまり違和感がないっていうか、ちゃんとこれパワポケガジ勢って書いてあるしね。彼女ができました。たけみちゃん。はい。僕がすでにね、そう、パワポケっていうギャルゲーでね、攻略済みの女の子なんですけど、本当に、こんな彼女ができたらね、最高なんですけどね。はい、次これ。これね、そう。
マッチングアプリ、どっかのマッチングアプリが出会い系かな、わかんないけど、元ネタだと思うんだけど、これも違和感なくてすごいわ。ちゃんと年齢と出身地とあれガチ勢の力って書いてますからね。水飲んでる姿はマッチングアプリの画像にするやつがどこにいいんだよこれ。わかんないけど、あ、でもぶっちゃけ多分この中だと一番イケメンあれじゃね、俺じゃね。わかんないけど、あ、普通にこれ出来が良くてびっくりしたこれも、うん、いや最近の切り抜きの技術っていうのはすごいんだなってちょっと実感しましたわ。はいはい、次これ、あの多分トンネルズのスポーツ王のあれですね、野球版のやつが元ネタですね。はい、元ネタこれ杉谷だと思うが、やってやろうじゃねえかよこの野郎。ああ、この回俺見てたよ。しかもちょっと待って、よく見たら英明高校と新設高校ってちゃんと俺ここまで書いてあるの気がつかなかったわその時。ちょっと待って、これもなかなかあれだわ、クオリティ高いわ。キャーすげえ。あー、はい、次これ、ポケモンマスターズが元ネタかな。はい、これね、ちょっと感動したのかね、いや感動しないんだけど、そう、俺コータスっていうポケモンが大好きなんですよね、うん、ちょっとこの顔は気持ち悪いけど、うん、コータスマジで可愛いんでね、僕のコーミエっていう名前をね、もともとね、コータスっていう名前から始めようかなって思ってたぐらい本当にコータスが好きなんですよ。俺カメが本当に好きでね、そういった意味でコータスがめっちゃ好きです。はい、これあれですね、こっちはアスナですね、うん、アスナも可愛いんですけど、ちょっとこいつはないわ。はい、あー、これもちょっと、うん、いや、俺がコータス好きっての分かってくれてたんだな、この人は。うん。はい、次これ。ね、これはね、確か小池都知事の、あれですね、元ネタ。てか、よく見たらこれあれじゃん、某ゲーム実況者の顔になってんだけど、小池都知事が。はい、で、後が周りが俺って感じですかね。すげえな。てか、小池都知事こんなにガードマンに囲まれてるシーンとかあったんだっけ、分かんないけど。いや、わかんない。それもこれなのかもしれないけど、なんか元ネタあんのかな、これ。うん。でね、いや、なんかこの某ゲーム実況者のコラ画像と、なんかコラボレーションしたさ、動画ば、画像がさ、どんどん上がっちゃってさ、この後に。なんかそれしかなんか上がんなくなってた時とかあってね。だっけな。ね、なんか他にあったはず。あ、これ。これ敵良すぎん。やばい、これ。こっちは俺じゃないけどね。うん、こっちが俺なんだけど。これ。はい。なんか、元ネタが確か、なんか、あれだよね。うん。かっこいいおっさんがさ、うん。国外脱出だよね、みたいな感じで。うん、日本なんか、政府、なんだっけ、なん、うん、日本なんて斡旋しちゃダメみたいなやつが元ネタなんだけどさ。これちょっと。ここにちゃんとパワーポケキッズ怒りの声って書いてあってさ、ガチ勢なんて当てにしちゃダメって。これやばいわ。いや、これ一番クオリティ高いかもしれんわ。違和感ねえし、こっちちょっと待って。うん、なんか俺の存在感が全然ないけど。うん。いや、これすごいわ。うん、ちょっと感動したわ。なんかこの人との画像がね、他にも確かあったと思う。ちょっと待って。もう一つぐらい確か、ちょっと見せようかな。うん。なんだっけな。パワーポケのやつがあったと思う。これ。もう完全にこれ。うわ、嫌だ。また縛られたくないってこれ書いてます。しかもよく見たらなんかここにもちゃんと顔写真あるし、ここに。これもあるし。完全になんか上下関係みたいに。まあ完全に俺格下なんですけどね、実際に。はい。これひどいわ。うん。あと他には何かあったっけな。ちょっと待って。どれもクオリティ高いんだけどね、今見せたやつは。うん、これとか。はい。パワーポケのやつ。いや、これはクオリティ高くねえな。やめろよ、いい歳した大人が聞きどい声を出すのは気色悪いぞ。腹立つんだけど、これは。うん。なんか他にねえかな。
なんかね、面白いやつもっと他にあったと思うんだけど。あ、これとか。いや、これちょっと最初見たとき、ちょっとめちゃくちゃ腹立ったんだけど。一番もう猿が俺になって、一番右にいるのがこれダニエル・コーミエっていう実際にいるあの格闘家なんですけど、そう、まあコータスっていう名前がちょっと、まあ、そのままつけるのが面白くなかったから、俺格闘技が好きだったんで、はい、このダニエル・コーミエっていう、そのコーミエっていう名前をね、そこから取ったんですけど、まあ、一番右がはい、もう最終進化系ダニエル・コーミエになってますね。うぜえこの写真。ああ、これとかなかなかいいんじゃないですかね。これ俺が作ったスイカカレー、うん、どっかの実写系で出した、うん、動画なんですけど、それに合わせてなんかちゃんとくくり抜いてますね。あ、これもなかなかクオリティ高いわ、うん、でね、なんだろうな、その俺まだ実写動画ってさ全然出してないのにね、これだけホラー画像が作られてるっていうのはね、よほど愛されてるんだなって正直思ったね、うん、最初はちょっと腹立ったけど、だんだん笑うようになっちまったわ。うん、クオリティ高いやつとかもあったしね、中には。うん、驚いたわ。最近の切り抜き技術ってのは本当にすごいもんがあるわ。うん。はい、てなわけで、ちょっとね、動画のネタが尽きたら、まあ、また上げるかもしれんわ。こんな感じで。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。